どうも皆さんこんにちは、ギョギョです。はい、こちらですね、今無限エリクサーチャレンジっていうのが来てるんですけど、ポン、どういうのかっていうと、エリクサー7倍でチャレンジということになってます。で、今回ちょっと出すのちょっと遅れちゃったんだけど、ワンチャンこのエリクサー7倍ってのも一生来ないかもしれないわけじゃん。ということで動画にしたいなと思い動画撮ってます。それでは今回はですね、こちら超高回転これデッキでやっていきたいと思います。これゴレが無限に来てキングタワーまで折れちゃうんじゃないのってことでやっていきたいと思います。それではいきます。バン。さあ、ちょっと楽しみ、個人的にも超楽しみだね。ちょっと大丈夫、なんか録画若干なんか止まってるんだけど、まあいいか、いきます、よろしく。早い、待て、早い、うおー、やばい、バグだこれ、やばい、いやマジでやばい、すごすぎない？待って、相手何、いや来た、これさ、守ってる暇あんのこれ？でもなんか守ってんだけど俺なんか俺謎に守れてる。さあ、ゴーレムの大名行列やばすぎるマジで。これチートだ、チートやってる気分、これやばない？いや、これやばいってマジで、やばい、取れてるね、やばすぎるえ、やばい、キングおられないやつやだ、やばい、これダメだ、調子乗った、やめてくれ、許して、俺のロマンが一瞬にして何よこれ、何よ、守んなくちゃいけないの？守んなくちゃ、もう一回いくよ、ポン。俺分かったわ、あのラバでやったらワンチャン面白いかもしれない。ラバとかでもやってみていい？ちょっといろいろやってみましょう。さあ、もうこの辺はたくさん出して、さあいきます。ちょっともう相手もペッカに合わせよう、ペッカに合わせて、うわー、来ただからこれはさ、もう普通に処理しちゃおうぜ。うわ、なんか俺ゴレ出しまくるだけじゃ勝てないっていう、おい待てよ、なんもできんわこれ。分かった、俺一つ分かりました、マジで。これゴーレム出すだけとかそういうの通用しないですね。ということで、やっぱり攻めのカードが必要なわけよ。三重士とかってさ、守ってから大量に大群で攻められるじゃん。で、今回エリババ出しまくるとか面白いかもね。どうしようかな、ちょっとたくさん出しまくってみようかな俺。そしたら、あ、分かった、このチャレンジでファイボとか積んでる人いなくね？多分みんなさ、もうチンパンで行こうみたいな風潮できてんじゃん。あえて三重士強い説いきたいと思います。ポン楽しい、普通に楽しい。じゃあいきます。さあ、この辺をまず出して、この辺を出しまくります。いきます、オッケーオッケー。いやー、でもこれちょっとあれだな、もったいない、ほらゼロでめっちゃ溜まっちゃうから。いやー、結構持ってるよ、この人結構持ってる。よし、どんどんセパレート。待って、これめっちゃ強いぞ。いやー、でもちょっとね、無駄なエリクサーが多いね。オッケー、ちゃんとやんないと負けるよ。オッケー、いいよ。さあ、相手ライトニングがあるけど、いいよ、強いよ、勝ってるよ。ちょっと痛い。これ、相手。待ってよ、ねえ、なんでよ、なんかうまくいかないんだよな。これ、BS 関係はないよね。いや、でも結構削ってんな、言うて。1! これまずい。ちゃんとデッキ組むか。ちゃんとしたデッキでいったらどうなんだろう、逆に。やばい、めっちゃ出る。よし、いや、ちょっと待ってくれ、グッドゲーム。ちょっと分かりました。僕、これ、ちゃんとしたデッキの方が強い。だって今の人、矢の飴とか普通にバチコリ入れてたから、これでいくわ。俺、トロ上げしてるやつ。ポン！トロ上げしてるやつだったら勝てるでしょ、これ。いきます。よろしく！あ、取れてるな、オッケー。もう、初手スパよろしく。はい。はい、コーチ守ります。ファイブ打ってくる。オッケー。いいよ。形作ろう。まずこれ、本当に、これやっぱ普通のデッキの方が強い説あるよ。あー、でも相手もなんか学習してる、ファイボとかめっちゃ入ってるもんね。いや、ファイボウッドめっちゃ入ってるもん。始まりチンパン。
建物入れる人とかいんのかな。オッケー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 。待って待って、マジで余るな、マジで余る。よし、これなんか普通の戦いだよ。これはこれはネタの対決と見せかけて、これはガチの大会だから、マジで。よし、いいぞいいぞいいぞ。これはもう折れるから、もう俺ガチってます、ガチってます。キョキョエンターテインメント性一切無視してガチってます。オッケー、オッケー、オッケー、ガチってます、マジで。よし、これマジですげえな、マジでマジですごい。待って、そんな刺さってない、そんな言うて刺さってないんだよね。やばいやばいやばい、なんかいい勝負してる、いい勝負してる。これもうキング狙うか、やっと見せかけて両サイ行った方がいいな、これ多分。あのファイボと、結局ファイボとウッドにやられちゃうんで、これ守、これ守りスパーキー。うん、やっぱね、動作に逆サイとかに振ってった方がいい、どんどん。 OK、 でこれキング狙いよう見せかけて OK、 ここでブッパやばいやばいやばい、 OK、OK、 で両サイで打った方が強いな、これで、キング狙いやばすぎる、これは楽しい、マジで楽しい。なんか悪いことしてる感じがすごいね。オッケーオッケーオッケー、そういらして、やばい、これやばいね相手ええってなるわ。グッドゲーム。これってさ、友達とできないんかな、友達とできない、これ。あー、ダブルエリクサーまでしかできないんだ。これ友達とやったらめっちゃ面白いのにね、絶対。ちょっと待って、なんかできないかな。なんかさ、めっちゃ思い出機とかないのかな。これ使ってみますわ。これ、はねはねさんが使ってたデッキなんだけど、ちょっと使ってみます。ドゥン!やっぱ、デッキとして完成してる方が強いね。あとは、ファイボとかウッドとか、結局範囲攻撃の方が強い。ってことは、キョスケが最強なんだよ、つまりは。やばい、待って。すでにやばい。すーげーやりづらい。なんか、タイミング、おい、来た!来ました、来ました、来ました。よし、行きますよ、行きます。キョキョ選手、マジ集中。本気でやりますからね。あー、相手もキョスケだ。うわ、相手すげえ、めっちゃ打ってきてる。あ、やべえ、あ、やべえ、俺調子乗ってキングにもなっちゃった、俺調子乗った。待って、何が起きてんの、何が起きてんだよ、マジで。この世界はよ、この世界は何が起きてんだよ、マジで。わけわかんねえんだけど、何なんだよ。すげえ、もう大変なことになってるよ。アースクエイクのアドがやばい、アースクエイクの、アースクエイクの取れるアドが、アドの範囲がやばい。あ、やばいやばい、いいよ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 。いや、勝ちたい。もうでもなんか勝ちたい、もうなんかこれ嘘でしょ、さすがに。やばい、大変なことになってる、大変なことになってる、マジで。うわ、来た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 、クローンやばい、クローンやばい、マジでクローンは良くない、やばいやばい、全然ダメだ、全然ダメだ、俺待って、取れてる、なんか止まっ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 てる、よろしくなんでやめるの、お前ら、お前らあっち行け、おいおいお前お前、何体出すんだよ、マジで。俺何もできてねえよ、マジで。気をつけ出して、俺 GG だよ。やばいって、やばい、早く、あいつ、こいつらスリクラ、スリクラ取られなければ。あ、やばい、でもキョスケが、キョスケがすげえ仕事してる。これどうやって勝てばいいんだよ、これもう勝ち方が分かんない。俺だって全然勝ってないからね。おチンパンしすぎってこと、チンパン、キヨキヨキヨとこでしょ。もう始まりでどんどん仕掛けてこう、始まり始まり、防衛とかしない、防衛一切しない男。やべえって、やべえって、これこれやべえって、どんどん、もうどん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 いっちゃう、どんどんいっちゃう、どんどんいっちゃう。でもチンパンの血が騒ぐぜ、ほらやばい。だってこれはスリクラだけ守りたい。あははは、お前お前やめてくれ、やめてくれ。お前なんで、俺全然勝てないんだけど。これクラララ PS 出る説あるぞ、これ守ったら勝ち。さあ、特殊ルール、キヨキヨ守ったら勝ち、いただきました。守ったら勝ちのワイヤル、見ましたよ、守ったら勝ち、回ったら勝ちに行きます。
勝ち。忙しい。忙しいよ。この動画忙しいよ。どこ見ればいいか分かんねえよ。マジか。ちょっと最後勝ちてえな。ちょっと最後行かしてもらっていいですか。なんか、じゃあパクればいいのか。パクろう、今の人の。今の人のパクればいいのか。あ、これ、これとか、この人とかね。あ、でも待って、デッキ、あ、デッキこれになってる、デッキこれになってる。デッキこれになってる。ね、これで間違えてマルチ行かないよね、みんな。ポン！これで間違えてマルチ行ったらもう勝てないよね。よろしくお願いします。さあ、よろしくとかいらない、よろしくとかいらない。もう挨拶いらない、この業界。先に出した方が勝ちみたいになってるから。よし、いいよ、いいよ。お、ポイズン！あ、だからやっぱ範囲攻撃入れてるね。結局。うわ、すげえ入れ、すげえな。なんか、スパーキー酔わない。ここへ来てなんか真面目に、真面目するけど、スパーキー弱くね。いやー、来た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 。ロケット押しが確かに強そう。これどこ見りゃいいんだ、これ。どこ見りゃいいんだ、やばい。これ真の PS が出るぞ。真の PS。 俺はそんなもんなのか。結局俺はそんなもんなのか。もうだって、うわー、ない、いや意味ねえな。うまない、なんかうまくね、みんな。どういうこと、俺考えすぎなのかな。考えなんか真面目に悩んでます、今。真面目に悩んでんだけど俺。よし、だってさ、なんかナイト出す感覚でメガナイト出してるもん俺。うわー、差し込む、オッケー。よっしゃ、こっから行くぜ、こっから、こっから行くぜ、こっから行くぜ。いいよ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 。いやー、これきっつー。これインドラとコウモリ何もできん。いやー、なんか相手うまいんだよな。やばい、俺無駄にすぎ。おなんか相手うまない。え、俺こんな下手、なんでだ。ちょっと待って、なんか真面目に悔しいんだけど。オッケーオッケーオッケー。なんかいい感じ、なんかいい感じ、なんかいい感じ来てる、なんかいい感じだね、なんかいい感じ。なんか相手をじわりじわりここで止めてる感じがすごい。うわ、でもなんかめっちゃ相手来てる。なんか届かない、相手に届かない。ロケ砲とかすげえ届いてるから。なんでよ、なんでよ、なんで勝てないのよ。俺マジで、俺もクラロ下手かもしんないね。7倍タイムで分かる下手なやつやんっていう。ということで、ぜひとも皆さんやってみてください。7倍タイムでクラロは上手い下手分かるんでね。今日もお世話になりました。ギグチャンネル登録、こちらもチャンネル登録していただけますとね、次回の動画を見逃さずに見れるかなと思います。そして、今、スタンプもね、配っておりますんで、コミュニティタブでね、ぜひともね、見てみてください。そして、おすすめ動画ありますんで、まだ見てない動画の方、ぜひともチェックしてみてください。ということで、ご視聴、あっ、